ある日、ダイワ様よりメールが送られてきて、ダイワアプリにイグジストを製品登録しているオーナー向けに、22イグジスト SF 発売前体験会を開催するとの案内がありました。希望する人はダイワアプリから応募登録を行い、その中から抽選で参加者を選ぶとのことでした。応募してみたところ、後日当選の連絡があり、6月29日にフィッシングフィールドの中津川に行って体験してきたので、その模様をご紹介します。もっと使いやすく、もっと繊細に使いやすく、操作しやすくということで1000番が生まれました。この1000番の57センチの巻き取り量というのは、シャスとして糸を巻き取ったルアーが引っ張られずに、そのまますぐに動き始める。こういったところのですね、利点がまず一つあります。あとは、マイクロスプーンを、巻き取り長57センチというところで、すごいスローなリトリーブの部分もテンポよく。で、リトリーブのスピードが安定するように曲げるようになっています。これによってジェットスローリトリーブとスローリトリーブのそこの違いがテンポよくスムーズに回転数を合わせられていくというところで57センチ1000番というところのサイズが必要になってくるということで、巻き取り量は2000番を今までの1000番と同じ60センチ1000番は57センチをさらに3センチ下げた。そこの使い分けがしやすいようにですね、あの1000番と2000番、ボディは同じ、スクールも同じなんですけど、中のギアが違うというところで、専用設計として作ってあります。なので、重量も 135g、この辺のところでですね、非常にキャストしやすく、テンポよく巻ける。で、バックルとのですね、バランスも取りやすく、ここが急激に120何 g とかに軽くなってしまうと、今度は今まで持っているロッドに対しての重量が軽すぎる。というふうになってしまうとバランスが悪くなります。そこに対して持って投げやすい振り抜きの良さ、使いやすさというところの 135g という軽さがすごく生きてきます、こういったところをですね、体感していただければ、いいかなと思いますので1000番、2000番、あとはスピードの方のギアの違い、巻き感の違いというところ、この辺のところですね、体感していただければいいかなと思います、はい、で、今度は、はい、感想というか、皆さん今日は、22イグジストのオーナーさんだということで、22イグジストの良さ、リールトルク、前使ってたイグジストよりもさらにトルクが上がってて巻きやすい、魚に負けない、そういうリールになっていると思うのですが、今回 SF は若干ボディも小さくギアも小さくなっているので、トルクは落ちるのですが、それ以上に得られる情報量、エリアは特にその巻いてる時のルアーの動き、流れの変化、ボトムタッチした、そういう情報が欲しいんです。で、まあ、LT だとそこら辺はちょっと、情報が抑えられるというか、小さくて聞こえないんですね。それが聞こえるようになったっていうのが SF の最大の僕はいいところだと思います。あとはまあ、あと、スクールがちょっと違うんで、ドラムの出方、スムーズさ、そういうところを感じ取ってもらえたらいいかなと思ってます。あんまりここで多くを語ってしまうとちょっと先入観いっちゃうと思うんで、今日は体感していただきたいです。で、その時、その時あの近くに行ってどうですかって伺うので、またその時は声を聞かせてください。よろしくお願いします。グジストは発売前体験会にお越しいただき本当にありがとうございます。で、まず本日はですね、こちら、たくさんありますんで、ユジット SF の凄さ、素晴らしさというものをね、ユジット実況を通して、体感していただきたいと思います。で、僕の方でユジット SF、使わせていただいてて、そのまあ、使用感というか、なんですが、皆さんが、おっしゃった通り、22ユジット LT ですね、はギアが大きく、魚かけると、魚がもう抵抗、自然と首をこう、なんか持ってくる、自然に寄ってくるようなぐらいのパワーがあるギアなんですが、今回のユジット SF、まず、自分の持った時の大事、とても軽い。2000番のイグジストは 155g。で、イグジット SF の2000番、
が、135g、20g くらい軽くなっています。これは、先ほど戸田さんの方からご説明があった通り、ボディサイズが 20% 小さくなっている。いろいろな、ストレスを出したいという要因が、そしてそれが、スーパーフィネス、まさに公道を走れないレーシングカーという、例えがあるように、すぐね、レーシングスペックなエグジストが今回のエグジストで成功しています。で、スプールが象徴することによって、まず、ラインローラーのとこ、位置があったとして、従来のニーニーエグジストの方は、スプールがこう上下されている上からの角度が少しついてしまう。まあ、それでも AT タイプ A のドラッグが今まで以上になって、すぐ坂がバレないし、すぐ追従力もアップしていて、これ以上ない、ドラグだったと思ったんですよ。で、今回のイグジスト SF に関しては、そのショートスプールになったときで、スプラコを上にした。その上になったときの、この、垂れ下、角度がすごく緩くなったことによって、よりスムーズな、ね、ライン放出が可能になりました。それによって、ドラグ性能がアップしたと、自分がこう、実況を使っていて感じています。もちろん、ニーニーグジストのドラグも、とてもいいんですが、よりその AT タイプ A を引き出してくれるのが、イグジスト SF のドラグになります。あとはもう軽くなったことによって、距離が、キャストフィールが良くなって、距離が出しやすくなって、エリアトラート、今日の状況だったらマイクロスプーンがすごい軽いのを使うと思うんですが、それでも飛距離が出しやすくなったり、あとは感度ですね、感度も向上して、すごく、全てがまたスーパーフェース、アートフェースの特化したりとかが、今回のエピソードを完成に感じています。ぜひ今日はいろいろと実況を通して、体験していただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。エグジスト SF のこれは普通ノーマルセンシティブチューンをしてない。まあ全然これもノイズなくて軽いし、はい、こんな感じ、はい、ありがとうございます。で、ああいいですね、はい、でこれが SF のセンシティブチューン。お軽いね、感性がすごいな。まあ脇比べなきゃ分かんないかもしれないですけど、やっぱ違いますね、はい、巻き出しの軽さとか、はいはいはい、そうですね、ぬるぬる感と、はあすごいな。センシティブチューンはこう出してから1ヶ月ぐらいとかですか。まあ、そうですね、一応2、3週間という形にはなるんですが、はい、まあ、お店でお預かりして、お客様のお手元までってなると、はい、まあ、1ヶ月ぐらい見ていただければ。そうですよね、はい、エグジストの SF2000、SLP ワークスのセンシティブチューンですね。おお滑らかすごい。あ、実際に巻いてくると軽すぎる感じですね。あ、そうですか。うん、あ、今までだから普通のイグジストの、はいはい、あんまメンテしてないやつでマグシルドもあるからやっぱ重たいんですよ。異次元ですね。そうだからもう巻き感がなんか3倍ぐらい違う感じがしますね、その軽さが。うわーすげえ、鳥肌立つ、すごいす、気持ち悪い、なんか逆にこの炎天下の鳥肌立つっていや すごいですよ本当に。さっきも普通のやつ使ったんですけど、はい、SF の、いや、やっぱ違いますね軽さが。やっぱ初動のとこの感性っていうか、なんか巻き出しの軽さがやっぱり軽いよ。ああ、なるほど。ボディが短くできるんですよ。はい、SF ウィジスの1000と LT2000 ですね。こっちが SF でこっちが LT2000。比較するとスプールの溝が LT がこんぐらいで SF がこのぐらい、 1.4mm ぐらい違うんでしたっけ。そうそう、はい、結構ね違うんですよね。キュッとなってますね。
ただ全長で比べてのここが結構、あ、全長だけどあれか、同じぐらいなんだ。ちょっと短いですね。短いんだ。あ、そうなんだ。だキュッとなってるから重心がこうコンパクトになってるんですよね。なるほど。で2000で比べると自重で、20g 違うとですよね。でマグシールドも2つ抜いてんでしたっけ。まあですね、オイル BB、 そうですね、メインのところと2箇所抜いてますね、はいはい、ちゃんと予習しました。さすがでセンシティブチューンになるとさらに巻きが軽くなるっていうところで、はい、ぬるぬるになって軽いというところですね。ボディをぜひ横から見ていただいて、はいはいはい、こんな感じで飛び込む。ありがとうございます。はい、すごい、ね、あ、でかさが全然違う。同じ2000だけど SF の2000もなんか LT の1000番ぐらいみたいなイメージですね、感覚的に。おお、すげえ。ああ、違うね、ここのやっぱり、ね、ボディがね。遠近法でそう見えちゃう。いや、大丈夫、大丈夫。ああ、そういうこと。全然、違うの分かると思う、はいはい。なるほど、なるほど。おお、すごい、すごい。おお、すげえな。おお、早く欲しいわ。はい、ありがとうございます。はい、58MLS と、EXIST の SF ですね。で、これはノーマル。センシティブチューンしてない方ですね。でさっきの LT の2000と 58ML の同じセットなんですけど、リールが 20g 違うんでかなり軽く感じますね。でこの前、LT のセンシティブチューン投げてますけど、これは SF のノーマルですけど、それにやっぱ近しいような巻きのぬるぬるさがありますね。ただやっぱセンシティブチューンの方がオイルでやってるからかな、なんかやっぱもっと軽いですね。カーボンハンドですね。グリグリジャック、あんま見せない方がいい。低いにしてるから全然かっこない。はい、まあ、そういう巻き付けの逆転は、はい、あんまりであるとか、はいはい、まあ、履いてるの置いてる。おー、いいっすね、やったー。パワーがある。あ、取れちゃった。オッケーオッケー。いかがでしたでしょうか。イグジスタ SF ノーマルでもすごい軽巻きでしたが、SLP のセンシティブチューンは実際にルアーをつけて試投し、巻いてみると鳥肌もんの巻きの軽さと滑らかな巻き感で葛藤しました。なのですぐにすでに持っていた22エグジストをセンシティブチューンに出しました。次回はセンシティブチューンをした22エグジストがどれだけ生まれ変わったかを検証します。